はい、本日はですね、こちらノースフェイスのヌプシダウンシューズをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、本名はですね、ヌプシダウンミュールというね、靴になってるんですけど、あったんかいなと、こうね、足寒かったんけども、なんかないなないなと思ってたら、ここにあったんかいないうことでね、ポチらせていただきました。実はね、これね、2ヶ月くらい前かな、なんか気になるニュースっていうのをね、出したんですよ。で、その時はまだ発売されてなかったんですね。おいおい、発売されてないやないかと、そんなもん雑誌載せんなよと思ってたんですけども、もうね、発売されてて、しかもなおかつ、あんまり皆さん認知されてないのかとわからんねんけども結構残ってるんですよ。だから一回ちょっと買ってみようかなと思うということでこちら購入させていただきました。なので本日の流れとしてはですね、まずはこれ外観見ていてください。なんかねかかととかが折れるようになってて、ちょっとスリッパっぽくも履けるしシューズっぽくも履けるようなね仕様になってるんやなっていうところをまず見てもらって、その後に僕一回履いてみます。で履いてね何時間 2,3 時間その辺歩いてみてどうなんかっていうのをねお話しして、でそっから特徴とかデメリットとかおすすめの人をねお話しさせていただこうと思っておりますので、そんな感じでいきたいなと思います。ではまず外観をね見ていきたいなと思います。はい、とまあこんな感じですね。まあダウンがね中に入ってるらしいんですよ。だからこんな感じで綿がもっさり入ってて、でノースフェイスのロゴがこれは何やろうな、シール系っていうんかな、まあペロペロ剥がれちゃうような感じなんですけど、こういう風にあると。そしてさらにかかとがねこうやって分かれてるんですよ。せやからこうやって踏めるようなね仕様になってるみたいですわ。学生の時皆さんこうやって履いてたでしょ。上履きかかと踏んでね先生に怒られてたりしたと思うんですけども、これはね踏む用として作られておりますので、これを踏んでてもね先生には怒られませんのでご安心くださいなんていうことになってて、ちょっとソールに癖がありますね。なんか白いのが散りばめられてて、これ何を散りばめられてんのかちょっとわからんねんけども、なんか柄になってますわ。ソールとかはどうなるの、まあまあクッション性はちょっと柔らかそうな感じがありますね。はい、ということでね、まあでは一回ちょっと軽く履いてみましょうか。サイズもどうなるの、初めて履くから合ってるんかわからんねんけど、あちょっとやっぱ綿入ってるからきついかな、ちょっときついかもしんない。あ、いけるかいけるか、ちょっとどうなるの。お、はい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 、今のところ良さげですよ。結構ええ感じはしてるんやけども、かかとも踏んでみようか。あー、はい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 、踏むより履いた方がいいかな。ちょっとね今から 2,3 時間パーッと履いてみてね、感想をお伝えしたいなと思いますので、しばらくお待ちください。はい、ということでね、しばらく 2,3 時間ぐらいね履いてみました。履いてみた感想からしてね、まあ特徴とかいろいろ喋っていくんですけども、特徴としてはねやっぱあったかいですね。ほんまなダウンがこの中にやっぱ入ってるってことで、こう足がねこう包まれてるっていう感じ。なんか冬場のね夜とかこう寝る時にね布団の中に入ったりしたら最初って寒いじゃないですか。でそのうちこうあったかくポカポカしてくるでしょ。そんな感じで足がねこうポカポカしてくるのは、これやっぱダウンすごいなと思ったんですよ。だからね中途半端にねなんかモコモコのこういう靴とかってあると思うんですよね。モコモコ系の靴っていうか、なんかこうボアがついててモコモコしてるやつって、ああいうのってねあんまりあったかくないでしょ。僕も履いたことあるけどなんかあんまあったかくないなみたいな。でその周りにはこのモコモコへたってくるなみたいな感じでね、まあ微妙やなとかと思ってたんやけども、寒いっていう方はねこれいいかもしれないですね。あったかさは結構今まで履いた靴の中でもかなり上位レベルでねあったかいなと思ったんでね、これはさすがやなと思いました。でねクッションとかに関してはね、クッションはそんないいもんではないですね。はっきり言ってねバンズみたいな感じ、バンズってそんな良くもなきし悪くもないみたいな感じじゃないですか。まあどっちかって悪い方なんかな、まあそんな感じなんで、そのめちゃくちゃクッション性求めはる方とかはちょっとどうかなっていう感じがあったりするんで、まあクッション性っていうよりかは温かさかなとは思いますねという感じで、次じゃデメリットいきましょう。じゃあどういう人がこれデメリットなんかというとですね、まあこれデメリットっていう感じではないんやけども、ちょっと気になるなっていうのがね、まあこういうスブのねサンダルって、こういうかかとがないバージョンでピュッて足入れるサンダル、これ僕外履き用として履いてるんですけどもね、これと比べた時にねはっきり言って違いってね、これかかとがあるかないかだけの違いなんですよ。せやからこれかかと踏んで履けるようになってんねんけども、かかと踏んで履いてもたらこれもうスブやないかと、これ完全スブになってますやないかと。いやでもこれねかかとあったら違うんです。あ、確かにこれは確かにヌプシやななんですけども、でもちょっとめんどくさい時なんかねシュッて足入れてください、そしたらもうスリップになるんですよ。それスブやないかと、それ完全スブと一緒やないかってことになるんで、あんまかかと踏む人はねもうそれだったらスブでええんちゃうかなと思ったりするんで、温かさはねどっちも同じような感じだと思います。ただ履き心地はやっぱスブの方がちょっと上かなみたいな。でとは言いながらね、まあおすすめの人で喋りたいなと思うんですけども、このかかとを温めてくれるのって結構大事じゃないですか。人間ってね手首首足首ってこの3つをね温めてあげると結構温かく感じるっていうのってよく言ったりするんですよ。だからマフラー巻いたりとか、あとはこのベルクロでね手首風入らないようにしたりとか、あともブーツで足首温めたりするんですけど、この3つ温かかったらいいとかってよく言ったりするんやけども、これもねまあ足首まではいかんけども、かかとまでねしっかり守ってくれてるので、まあ冷え性の人とかはねこれあると全然ちゃうと思います。僕結構
構冷え性やからね、これあったらね、あ、全然ちゃうわと思ったんで、スブもいいんですけどね、やっぱかかとがない分ここの寒さってあるんですよ、足首のあのかかとのとこね。せやけどもこれね、やっぱ足首までちゃんとこのダウンが入ってあるから、やっぱ保温力はね全然ちゃうなと思いました。まあなので、こうかかとおすすめの人はね、かかとを潰さずにちゃんと履いた方がこれは良さが出ると思います。ただもちろんかかと潰してもいいようには作られてるけど、それやったらスブやないかいってなるでしょ。でスブやったら4000とか5000で買えるんでね、まあ倍ぐらいこっちの方が高くなってくるんで、どうせ履くんやったらこれかかとを潰さずにね履いた方がいいんかなということで、まあ本当にイメージとしてはこうバンズの、ダウンが入ってるバージョン、まあそんな感じでいいんかなと思います。でまあこれに関してはね、取り扱いっていう取り扱いは特になくて、まあ防水スプレーぐらいねパーッと振ったり、撥水スプレーぐらいシュシュってやってあげたらいいと思うんですけど、一応やっときましょうか。まあそれ以上のことはね特にすることはないかなと思います。こう1シーズン2シーズン履いて履き潰していって、それでまた新しいの買ってみたいな感じのね使い方がいいんかなと思ってますので、まあ僕個人的にはね、本来ならないこれを外履きにしたいんですよ。これを外履きにして、スブをサンダルやから部屋履きにしたいけど、これもう外で履いてもらってるから、こっちを僕は外にしてヌプシを部屋履きにしようと思います。まあとは言いながらね、結局外履きにしてるかもしれませんけども、まあそんなところで、まあ特に男性の方でも最近冷え性の方とか多いからね、まあそういう方はね、あ、こういうの買ってみるのいいかなと思うし、ブーツとかってねやっぱり履きにくいってあるんですけど、こういうタイプはね、まあスニーカータイプからスポンって履けるっちゃ履けるんでね、まあ、履きやすさもあるし、なおかつあったかさもあるってことで、あ、すいません、こんな失礼な体勢でいいんかなと思いました。ということで本日はですね、ヌプシのブーツを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。